はい、おはようございます、こんにちは、こんばんは、神尾声です。今日も早速練習見ていきましょう。今日は決勝想定のチェックでしたね。やっと、拠点での練習は終わりました。全日本シニアからですね、こう安きに流れずとか、それから調子こかずとか、横着しないでとか、行き切った考え方を持ってとか、そういう言葉をストッパーにしながら、自分をねよく高められたんじゃないかなと思います。たまにこう安きに流れてましたけどね、気づかないうちに。でもそういうところに気づいて、ちゃんとこう振り返ったりとかしながら、反省しながら、やれたかなと思います。なので、拠点ではね、特殊化体操クラブでは、やりたい練習は全部できたのかなと、そういう自信を持ってね、行きたいなと思います。あとは試合では、なかなかねこのコロナ禍で、試合がなかったわけですから、こう運営の人たちとか、この試合を作ってくれた人たちに感謝を込めてとか、または、そうですね、もうここまで練習してきたんだから、もう自信持って、強気で行くし、あとはもうその雰囲気自体を楽しもうというね、そういう気持ちも大事なんじゃないかなと思います。やっと終わったこの、練習が。全日本シニア終わってから、ほぼノンストップで、いつでもどこでもどんな時でも、できるという自分を作り上げて、で最後に外的負荷、またはそこから来る内的負荷の、処理ですね、メンタル的な、練習を積み重ねてこれたかなと思います。ちょっとこう諸事情で、どこでもっていうね、多環境で、練習することはできなかったんですけれども、その分ね、こう同じ環境で入念に、体も技術もメンタルも高められたかなとは思います。あとはやるだけですね、本当に。今日の練習も、久々にこうちゃんと行き切る練習ができたんじゃないかなと思います。そうね、このフロップのところはちょっと、注意したいところかな。コンバインから入ってくるとちょっとスピードが止まっているので、フロップガーって動かしに行くと体のバランス崩しちゃうんですよね。だからコンバインのスピードを考えながらフロップに向かっていくっていうのが結構大事だなって今日思いましたね。そこは注意しよう。これ技術的なところですね。開脚も、開脚はどうなんだろうな、まだまだやっぱり良くなりそうな気もするんだけど、良くなると思うんだけれども、今回はここまでということかな。やっぱりね、上には上がいるし、ね、その向上させようと思ってね、頑張っていきたいと思います。試合頑張ります。